はい、病院の駐車場着きました。まだね、時間が早いんだよね。10時半からなんですけど、今まだ9時37分だ。早いね、キーちゃんね。ちょっと早いから遊んで待ってようか。もう家の中でいる時と同じように同じ場所で静かに待っててくれてますね。遊ぶって言ってもね、ゆきまるくんは全然撫でてもらう方が好きみたいだからね。こうね、最初の頃は車酔いとかしやすかったんだけど、最近アグレッシブになってから全然車酔いとかしなくなったね。ちょっとまだ時間があるんで、本を読みながら時間まで待ちたいと思います。はい、ということで終わって戻ってきました。特にね、異常とかはないみたいなんでね、よかったね。ちなみにかかりつけのお医者さんは藤沢アビアンクリニックという血脂類と鳥類専門の病院ですね。鳥専門のお医者さんで、すごくよく見てくださるので非常におすすめです。にしても先ほどと違ってすごい甘えてきますね。やっぱり病院はちょっと苦手みたいですね。しょうがない。はい、じゃあこれからママさん迎えに行きますよ。はい、ママさんがね、郵便局行きたいっていうので駐車場で待機中です。